はい、どうも安尾です。ボリュームやっていきます。今日はですね、新しいプライム武器ストラダバープライムのビルドをご紹介していきたいなというところで、こちらの武器はフルオートとセミオートを切り替えながら戦っていく武器となっていて、いや最初ねこちらの武器ちょっと微妙かなと思ったんですよね。例えばティベロンプライムとかかなりぶっ飛んだものあるじゃないですか。なんか切り替えながら戦うとか、例えばゼニスとか結構ぶっ飛んでると思うんですが、この武器どう扱えばいいかなってすごく悩みましたね。まあ、結論としてはやっぱセミオートで戦っていくのがこの武器は強いのかな。ノーマルバージョンだったらセミオートがちょっと微妙だったんですよ。逆にフルオートの方が強かったりして、こちらの武器はねセミオートでがっつり火力出していく武器なのかな。それでステータスがこちらなんですが、フルオートの場合だったら基礎ダメージが30のクリティカル確率、そしてクリティカル倍率が 28% の 2.6 倍ですね。で状態上確率が 12% ということで、さらにマガジンサイズも増えてますね、ノーマルバージョンよりも。はい、といった感じですかね。フルオートの方はね正直ノーマルバージョンよりちょっと毛が生えた程度で強くなってるんですが、問題はねセミオートなんですよね。基礎ダメージが80で、さらに切断寄りなんですよね。この切断寄りっていうのがだいぶでかくて、ただし発射速度が若干ノーマルバージョンより少なくなっておりますね。でクリティカル確率、そしてクリティカル倍率が 30% の 2.8 倍で、状態上確率が 22% ということで、さらに追加効果で貫通距離を、持ってますね。 1m ということで、ただねこのセミオートなんですけれども、ノーマルバージョンとの違いとしては1発から2発に変わりました。はい、あの2発消費するようになりましたね。まあ、それでもだいぶ強くなってるかな。やっぱ基礎ダメージが上がるだけでもハンターとの相性性も考えたら全然ありなんじゃないのかなというところで、この武器ね結構ビルド難しいんですよ。特にノーマルバージョンとの大きな違いとしては本当に切断寄りになってるっていうところなんだよね。だからこれビルド組む上で、ハンターもっとつけるかつけないか、なんかこの武器にねハンターモッドつけるとなんかすげえ1枠無駄にした感があるんだよね。そのせいでねちょっと迷ったんですけれども、まあ安定のハンターでしょうということで、リベンがない場合はここを抜いてヘビーカリバーかなっていう感じかな。でリベンある場合は普通にリベンつけるって感じですかね。リベンセースも4なのでかなりいいかなと。あとこちらの武器フォーマが3つなのでそんなに苦労しないのかなというところですかね。欲しいリベンの内容は何だろうね。この貫通距離は絶対にいらないね。もともとセミオートで打っていく場合は貫通距離、ついてるからね。あとマガジンマイナス結構痛手だね。1発から2発に変わってるから地味に打てないんですよね。53発だったら20何回しか打てないので結構痛手ですかね。それはどうでもいいとして、とりあえず内容ですかね。で基礎ダメージマルチショットの60属性2枚で感染構成ですね。はい、で、クリティカル確率、クリティカル倍率、ハンターモッドのリベンということで、そうだね、最初はこのハンターモッドの代わりにヘビーカリバー入れてたんですけれども、なんかねやっぱ安定しないね。どうしても切断に割り振られてるけどちょっと安定しないかな。やっぱ本当にこのハンターが偉大すぎるっていうところで、ただこれ基礎ダメージ下げるのちょっと痛いな。なんかもったいない気がするんだよね本当にね。このステータスの割合見てみると、さらに状態異常も、そこそこいいので、もったいないですかね。あとはなんだろうな、リベンで欲しいのはクリティカル確率は欲しいね。特にハンターつければなおさら欲しいね。倍率はどうかな。倍率、いや 6.2 倍でしょ。 6.2 倍だったら倍率よりかはクリティカル確率の方が欲しいですかね。オレンジグリ出していった方が絶対強いと思うので、はい、そうだな、発射速度モッドもちょっと積みたいところですかね。貫通距離よりかは発射速度の方が良かったかな。ただモッドでなんかわざわざつけるほどのものでもない気がするかな。特にコラプトモッドの、基礎ダメージ下げてまでは入れたくないかな。あとスピードトリッカーもちょっと微妙かな。プライムドシュレッドをつけてもそんなに効果ないので、
利便では貫通距離よりかは発射速度って感じですかね。まあ、一番いいのは多分クリティカル確率だと思うんですけども、まあ、使い勝手良くするパターンもワンチャンありだと思います。さあ見ていきましょうか。アリとヘビーガンナ、あれ100レベじゃないな、160だな。まあいいか、とりあえず見ていきましょうか、ヘッドショットから見ていきましょうか。はい、フルオートですね。んちょっと切断じゃなくて衝撃が邪魔くさいな。はい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 、まあ1マガジンで160のヘビーガンナ倒せるのか、弱点なしで。あ結構出てるな、ヘッドショットだったら。え、1000ダメージが出てるね。うん、出てる出てる。あ、すげえな。あ、すげえすげえ、こんなに出るんだね。あと、そうだな、ちょっと先に胴体打ち見ていこうか。なんぼなんだ胴体打ちで。200？ ちょっと貧弱だな、200は。ちょっと貧弱な数字ですね。じゃあ次、セミオートの方で見ていこうか。ヘッドショット、何本出るんだ ?2000! お、いいね。いいんじゃないこれ。はい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 。すげえすげえすげえ。いいね。胴体打ちの方だったら何本出るんだ ?700 か。あー、やっぱ貧弱だな。ちょっと胴体打ちで700か。あー、1000は出てほしかったな。ちょっと微妙だな。やっぱそう考えるとヘビーカリバー積んだ方が良かった気がするけれども、まあこんなに出ないからな、切断がね。うん、てか100だったら全然十分だな。ちょっと100で見ていこう。100レベル出してきましたね。とりあえず打っていきましょう。おーおお、十分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 、うん、十分十分。ちょっとあれだ、衝撃が邪魔だけど胴体打ちは、ちょい微妙かもしれない、胴体打ちは。で、セミオートの場合は、うん、セミオートでも胴体打ちちょっと微妙だな。え、ヘッドショットの場合は、あ、十分十分。あ、すげえ、今一気に削れたな。うん、十分十分。あ、いいね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 。感染が綺麗にかかったら十分だね。あ、いいねいいね。ちょっともう一回胴体打ち見てみたい。あー、感染かかってこれか。まあといった感じで、そうだね、あれだ、やっぱこの武器の弱点は、うん、ズーム倍率が高いところですかね。うん、どうしても高くなっちゃう。うん、そこがちょっと使い勝手悪くしてるかな。余計に、うん、衝撃が発動したらちょっとヒュッて変えないといけないからね。すげえ今雑に説明したけど、はい、ということで、まあ新しい武器としてはまあ嬉しいけれども、ちょっとやっぱあのティベロンがズバ抜けすぎてるよね。うん、といった感じで、そうだな、まあマスタリーランク12の武器としては全然ありなんじゃないのかなと思います。以上、ヤスオでした。またね、バイバイ。